こんにちは。オクテッドメンズファッションチャンネルの林です。僕のチャンネルは自分の気に入ったアイテムやブランド、コーディネートのアドバイスをするチャンネルとなっておりますが、今日はですね、先々週と東京にね、2025年春夏の仕入れをショールームをね回らせていただいたので、次のね春夏、イタリアの状況も踏まえて、どういうアイテムが人気になるかという紹介をさせていただこうと思います。オクテッドチャンネルということでですね、まずちょっと見てほしいなと思うのはイタリア紀行ということで、林がウェブ上にねイタリアのこう出張についてまとめたページがあるので、概要欄に貼っておきますので、それもねちらっと見てほしいなっていうふうに思うんですけれども、このね次の春夏、個人的にはね色、素材、デザインの3つをね少しずつお話ししようかなっていうふうに思っています。その前提条件として1つだけ言えるのは、値段が上がりますということで、これはねちょっともう為替の問題もありますので、もうどのブランドも軒並み、10% から 15% ぐらいね今年と全く同じような商品だったら値段が上がるっていう状況になっていました。これはね仕方がないとして、2025年のね春夏、ここがちょっと見てほしいなっていうところをご紹介していきます。まず1つ目なんですけど、デザインですね。デザインは今でもね、今年の春夏もそうなんですけれども、セットアップと言われるジャケットとねパンツが同素材で出ているアイテムっていうのはね結構たくさんあったと思うんですけれども、来年はねもちろん今以上にね増えていきます。今年現状で言うとこうスーツ的なセットアップっていうのもたくさんあったんですけれども、シャツジャケットのようなこうペラペラの素材のセットアップ、かなりねリゾート感の強いものっていうのはあまりなかったんですけれども、ちょっとリゾート感の強いもうシャツジャケットに対してのセットアップっていうのもパンツっていうのも各ブランドねリリースされてましたし、もう一個やっぱり注目してほしいなと思うのは、シャツタイプのデザイン、こう胸にねポケットがついていて、こう本当のねシャツ、襟がついてるシャツのセットアップというのがね結構多く見られました。ちょっとねミリタリーテイストだったりデザインはねいろいろあるんですけれども、基本的にはねシャツにパンツのセットアップというのが本当にねいろいろなブランドから提案されていたので、これはシーズントレンドとして2025年注目のねアイテムになるんじゃないかなっていうふうに思っています。ということで、1つ目はねシャツ、アウターとのセットアップ、これがね、1つ目の僕はねポイントじゃないかなっていうふうに思っています。そしてね2つ目、これ素材になるんですけれども、素材はどこをこう見てほしいかっていうと、今年もね人気になったんですけれども、やはりねリネンがより注目されていっている感じがしました。やはり暑いので夏が、これは多分日本国内だけじゃないと思うんですよね。海外も含めてやっぱり暑いので、リネンの素材にすごくね需要が固まって、そもそもリネンの素材が品不足になるというような状況で、リネン 100% のアイテムなんかはすごくね値段も今年為替以上にね値上がりしていて、原料がないよっていう話も聞くぐらい、リネンのアイテムにはねすごく注目が集まっていると思います。もちろんリネンはリネンでやっぱり進歩していってるので、どうしてもリネンだとこう物性がちょっとなっていうね方も結構お見えになったりすると思うんですけれども、麻としてもこう丈夫で、パンツとしてもね、使えるリネン100のパンツっていうのも結構各ブランドからね登場してましたし、そのリネンのセットアップ、リネンのパンツとジャケットのセットアップ、今までだとリネンといえばこうシャツ中心だったんですけれども、シャツだけではなくジャケットやパンツ、そしてねアウターといったものもリネン100でリネン 100% でね登場してましたので、そういった意味でもやっぱりリネンの需要っていうのはすごく大きいですし、実際ね着た感じですごくねやっぱり涼しい、すごくね涼しい感じがするんじゃないかなっていうふうに思っています。3つ目の色なんですけれども、トレンドのね明確なこの色っていうのもあるのかもしれないですけども、僕がねバッと見た感じは一つの種類としてビビッドなねパステル調のカラーのアイテムっていうのもちょこっとずつはねこう登場しているんですけれども、やっぱり圧倒的に提案されているのはライトグレーとかライトベージュとか、ちょっとね淡めのふわっとした色目がやはりねこれも今年と同様人気になるんじゃないかなっていうふうに思っています。これ本当にこう夏ね日本人の人に提案して、池叔父のね方々に提案してうまく着こなしていただけるかっていうのは、まあなんかちょっと微妙な気も今はしているんですけれども、実際ね着てみるとこう淡いグレー、淡いベージュ、そのね淡いブラウン、そのコントラストでパンツ、シャツ、ジャケット、靴といったコーディネートを全て完成させて、すごくねエレガントで上品なコーディネートを作るっていうのは本当に各ブランドから提案されてましたし、結構ねいろいろなパターンを見させていただくんですが、その中でも今年はどのカラーが人気ですかというような会話をさせていただくと、ライトグレーだったりライトグリーンだったり、その辺りにね、注目が集まっていたので、やはりねその辺りは人気になるんじゃないかなっていうふうに思っています。なのでここからね、ちょっとだけ、今のお話になるんですけれども、ちょうどね今セールの最終盤になっているので、もうね本当に夏物っていうと着る機会があと9月ぐらいまでで数ヶ月だね、今新しいの買うのなって思われる方も結構お見えになると思うんですけれども、来シーズンのトレンドも踏まえてこれだったら来年も着れるかなみたいなね服は結構あると思いますので、それをね探していただいて、自分のサイズにね合う合わないはもちろんあるので、今ねこう全サイズ揃ってますみたいなことはあんまりないかもしれないですけれども、自分のサイズに合ったアイテムを見つけることができたら、ぜひね、セールでお値打ちで来年絶対に値上がりしますので、そういった意味でも今ねチェックしていただけたら、僕はねすごくお値打ちにゲットできるんじゃないかなというふうに思っています。ということでですね、まとめで2025年の春夏傾向についてねご紹介させていただいたんですけれども、1つ目はシャツタイプのセットアップが人気になりそうだよっていうこと、また2つ目はリネン素材がすごくね注目、今年以上に注目されるんじゃないかなっていうふうに思っています。そして3つ目は、今年もね結構このトレンドを引きずってる感じはするんですけれども、ライトグレー、ライトベージュといった白ではないんですけれども、ふわっとしたねナチュラルカラーのすごいねラグジュアリーな色目がね、この秋冬もその流れがね、あるんですけど、この秋冬の流れを継いで次の春夏も同じようなね傾向にあるんじゃないかなっていうふうに思っています。そしてね値段もどうしてもねちょっと上がっていってしまうので、その点で僕たちは今回ね展示会で発注させていただく際に、やっぱり僕たちはねこれが本当にいいなと思うことはあるんですけれども、やっぱり今回はね値段も含めてやっぱりね、手に取りやすい、お客さんがこれだったらちょっと買ってみようかなと思えるね、ラインナップをぜひ揃えたいなっていうふうに思っていますので、値段も含めてね、僕たちの提案をぜひね楽しみにしていただけたら嬉しいなっていうふうに思っています。もちろんね次の春夏の前に、今セールのアイテムもありますし、次のね秋冬も今どんどん入ってきましたので、またね次の回とかは秋冬のね話をさせてもらうことになると思うんですけれども、そういった意味でもね、僕たちのオクテッドっていうのは毎年続いていて、来年も再来年もね皆さんにこれかっこいいな、欲しいなって思う商品をね、手に取りやすい商品をご紹介できたらいいなっていうふうに思っていますので、ぜひね、僕たちに期待していただけたら嬉しいです。ということでですね、僕たちのチャンネルは毎日8時に更新しておりますので、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。またね、コメント欄にコメントとか、着こなしのねアドバイス、こんなことを教えてほしいなっていうことがありましたら、コメント欄にコメントいただいても LINE にメッセージいただいても大丈夫ですので、ぜひお声をいただけるとこれまた嬉しいです。ではまた次回、バイバイ。